皆さんこんにちは。大人のためのバレエ教室あやこバレエクルール代表バレエ講師のあやこです。本日はトーシューズの履き方とリボンの結び方をお伝えしていきたいと思います。はい、では早速トーシューズの足を入れていきたいと思います。まずですね、このトーシューズのについているリボンの先なんですけれども、サテンの、ね、リボンを使われている方は何もしないとこのように、リボンの先がどんどんほつれていってしまって短くなってくるので、一番最初にここをですね、ライターかガスコンロか火で軽く、本当に軽く、炙ってください。で、炙りますとこれが溶けまして、このようにちょっとね、なんか焦げちゃって、しかもちょっとピントが合わないですね、すいません。でもね、これや止まりまして一切ほつれなくなるので、これを一番最初に処理していただくことをお勧めいたします。はい、では足を入れていきますね。右なので R と書いてありますね。足を入れます。で、トーシューズ、トーパッドも入れるんですけれども、このリボンですね、一番最初は足を入れた後に、なんかきつい、よいしょ、これをですね結びますよね。で、これ何重にも、ま、結ぶ方いますけど、普通に1回結んだら蝶々結びでいいと思います。で、あまりに長い方はこの後中に入れますけど、この辺に溜まっちゃうと指が痛いと思うので、その場合は少し切ってしまってもいいと思います。で、切りすぎちゃうとね、変に引っ張った時に片方からビッて抜けてしまうこともあるので、まあ、程よい長さで切ってください。で、この後にこうやって入れるとこのリボン出やすいので、これは1回1回トーシューズを履くごとに、結んだりほどいたりするものではないので、一度ここをしっかり決めましたら、次回からはトーパッドをかぶせたら、まずリボンを奥に入れて、その上から足を滑らせるように入れると、ここのリボンが出づらくなります。ここ出てしまうとね、踊っててとっても格好悪いですから、このように足を入れてください。はい、では早速リボンも結んでいきたいと思います。これね、1本ずつ結ばれる方、2本同時にこのように結ばれる方います。で、どちらが正解不正解っていうのはないですね。ただですね、まあ、慣れない方がこうやって2本同時にやってしまうと、ここ後ろで重なってもたってなってしまったりするので、まあ、私自身も、あとは私生徒さんにね、お伝えする時も1本ずつをおすすめはしております。でも、どちらでも大丈夫です。ちょっと今回は1本ずつ巻く方法をお伝えしていきます。まずはこちらは右足になりますので、私これ右です。右なのでしつこいか、内側から結んでいきます。てか巻いていきます。こちらからですね、このようにもう一周いきましょう。はい、ここまでいきます。本来はね、もうちょっと長いはず。私ちょっとね、短く切ってしまっているだけで、もうちょっと長いですね。はい。で、次反対から持ってきますけれども、この時に、この手を緩めてしまうと、ここがもう蓋ついてしまうので、まあ、ぐーっと引っ張る必要はないですけど、ちょっとね、張ったまま反対側も巻きましょう。このように、巻きます。で、まあ、もう一周できないですね。もうあとこれしかに、私は残っていないので、ここまでです。で、ここが一番のポイントだと思ってください。結ぶ位置です。結構ね、この前とかにね、結んでしまう方とっても多いんですけれども、まあ全く綺麗じゃないっていうのと、骨が当たって痛いです。なので、このくるぶしのこのちょっと後ろ側、ここポコッとした骨がないところがあるんですけど、ここに、リボン結び目をしまうと思ってください。なので、この上で結びます。で、結び方、これも決まりはないですけれども、まあ、一回結びまして、あとここ大事ですね。ここでね、ギュッてやってしまうと、この後、ポケットに入れるときに、さらにここ引っ張られて、足首が、結構苦しくなってしまうので、指1本分ぐらい、こうやってスペース、これぐらい余らせたところでストップ。で、ここで結んでいきます。じゃないとね、結構ね、引っ張られてね、ポケットに入れづらくなりますね。
で、この1本分ぐらい空間がね、できたところで結びます。で、私は今回短い、短くなくてもいつも肩長結びをしています。で、肩結びを2回される方もいますけれども、ほどくのかなり大変だと思います。あとは、蝶々結びをされる方もいますね。ただね、肩長はおすすめです。このように、先をですね、通して、キュッと、こんな感じ。片方だけキュッて、丸くなりました。で、これを入れます。で、入れる場所なんですけれども、上か、もしくは下から。で、間からね、一本こう入れる方もいますけれども、どうしても出やすくなるので、私のおすすめは完全な上か下ですね。このように入れますけれども、あまりここがボコってならないようにだけ気をつけてください。ちょっとうまくリボンを散らしてね、横に広げます。これが上からです。もしくは、下から、こんな感じですね。下から入れました。このように結んでいきます。私目線アングルで撮影をしてみたいと思います。同じく足の内側から、これ右足になります。でん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 、これ左なので、これは右足です。お間違いなく、はい、内側から少しこうね、引っ張りながら、わお、短い。これも本当はもうちょっと長いですよ。私が短く切ってしまっただけですからね。はい、反対から回します。本日のトーシューズの履き方、そしてリボンの結び方に関してはですね、さまざまやり方があると思います。今通われている先生が生徒様のことを考えて、いろいろ履き方を教えてくださることももちろんあると思いますし、あとお教室スタジオのやり方っていうのはもちろんあると思います。なので私の今日の履き方やり方もですね、一つの方法としてパターン1として捉えていただければと思います。このあやこバレークルールチャンネルは今後も皆様の少しでもお役に立てればという思いで内容に投稿していきたいと思っておりますので、ぜひこのあやこバレークルールチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。お願い。ではまた次回の投稿でお会いしましょう。またねー。